皆さん、こんにちは。ソレア心理カウンセリングセンターの高間です。今日はテレワーク3つのコツ、テレワークを上手にやる3つのコツということについて話したいと思います。結論から言ってしまうと、プライベートが充実すると仕事ができるという話なんですね。で、3つのコツと言ってるんですが、本当は一つたった一つのことをやってくださいという話です。で、コロナウイルスの影響で社会の構造が少し変わろうとしています。で、会社でなくて家で仕事してくれみたいな話になっているかと思います。で、そこで家にいると、なかなか仕事とプライベートが切り替えられないとか、なかなか仕事に集中できないという方もいらっしゃるかと思います。そのためにはどうすればいいのか、これは、一応3つ申し上げます。1つは、この1つだけで十分なんですけれども、プライベートを充実させるということです。まずは2つ目がリラックスしてても OK だよって、そんな緊張 しなくていいよって。3つ目が、最低限のハードウェアシステムはさっさと構築してくださいということです。この最後のやつもね、いろいろあるんですけれど、1つだけでいいというふうに私は思っています。で、早速見ていきたいと思うんですけれど、まず一番大事なこと、プライベートを充実させることですね。仕事とプライベートのバランス、これワークライフバランスという言葉で聞いたことあるかと思いますけれども、このワークライフバランス、仕事とプライベートのバランスはちゃんと取りましょうという話はもうここ10年ぐらいずっと言われ続けてきていると思います。ただこの仕事とプライベートの切り分けは結構大きな問題だったりして、なかなかうまくいかない人が多いのではないでしょうか。で、これはフリーランスになってね、在宅で仕事してる人も同じ悩みを持っているかもしれません。で、ここでね、じゃあどうすればいいのか、仕事をうまく生かすにはどうすればいいのかというと、これプライベートに注目してほしいんですね。プライベートまず充実させることをやってください。これは心理学的な応用なんですけれども、人間の感情というものがあって、人間の感情はその逆の方に触れるということですね。要は怒りが湧いている時に怒りをコントロールして抑えようとすると、余計に怒りが吹き出してしまう、そういう天の弱みたいなね、要素を持っているのが人間ということで、そういうことなので、この仕事とプライベートもね、仕事にフォーカスしてしまうと、仕事に対しての圧力がかなり強くなりますから、なんかあんまりやる気なくなっちゃうんですね。だから逆の手法でプライベート頑張れば逆に仕事も頑張れるという、そういう単純な人間の感覚というものを応用しただけです。要は逆のことをしてください。要は仕事充実させるには、その対極にあるプライベートまず充実させることですよということですね。で、プライベートが充実してくると自然と仕事も充実してきます。これだけです。この話だけですね。で、2番目は、これはさらっと聞いて
おいていただきたいんですけれど、まあ仕事するためにね、こう背広を着たり、まあそういう必要は全くないですね。いつものラフな格好で十分です。まあそれでリラックスしてやってください。リラックスしていればその仕事の効率上がりますので、緊張する必要はないです。リラックスが一番ですね。で、3番目、これも軽い話なんですけれど、最低限のシステムというものは、まあ、さっさと構築してください。で、大体その、ハード的なものをね、抽出していった場合、まずインターネット回線が家にあるのか、2番目は、ビデオカメラ用のイヤホンとマイクがあるのか、まあ、3番目がカメラがあるのか、まあ、これぐらいなのかと思うんですけれど、まあ、最近はだいたい皆さんスマホも持ってますし、まあ、スマホでやれると思うんですけれども、まあ会社、まあ、インターネット回線もね、当然持ってるんだと思うんですけれども、まあ、スマホでも十分じゃないのかなと思います。まあ料金的なことギガが発生してしまいますので、まあ、そこは会社と相談して折衝していくということになると思います。パソコンを持ってる人は、まあ、当然インターネット回線は普通に持ってると思いますので、まあ、これは問題ないのではないかと。で、イヤホンとマイク、まあ、これですね。これはちょっと買った方がいいかもしれないですね。私このマイク買ったんですが、まあ、1000円ぐらいで、これつけて音声がよりクリアになったというような評価いただいてます。まあ、1000円の投資でこれぐらいのことができるので、まあ、スマホとかパソコンに接続するマイクとイヤホンを買うということですね。これだけ準備すれば多分結構快適にテレワークやれるのではないかと思っています。カメラはまあスマホの場合はこういうふうにこうもうあるわけですし、あとパソコンの場合も普通ノートパソコンにまあカメラがないのはまあ今ないと思うので問題ないと思います。ということはたった一つだけです。マイクとイヤホン、特にマイク、こちらはまあまあ普通のものを、これ1000円ぐらいのものを使ってください。これはソニーのマイクですね。で、まあ、こうハードウェアは会社から支給されると思うので、もしスマホしかない人は、まあ、そういうことはテレワークしてくれっていうぐらいだから、パソコン会社がね用意してくれるのがまあ普通だと思いますので、まあ、問題はないでしょう。ただパソコンでもね、マイクはちょっといいの使った方がいいかもしれないですね。そこも会社にちょっと相談してやってみてください。で、テレワークのコツなんですけれど、3つって書いてますが、本当に1つだけです。プライベート充実させてください。プライベート充実させれば、家にいて奥さんとか子供も、まあ、静かな環境を作ってくれると思うんですよ。協力してくれると思います。今日は、テレワークを上手にやる、コツ、それはプライベートを充実させると仕事もできるようになりますよという話をしました。チャンネル登録できればしていただけると嬉しいです。で、YouTube ご覧になっている人はそのいいねボタンもポチッとやってもらうと励みになります。それや心理カウンセリングセンターの高間でした。